萌ちゃん始まりました。今日私は肉こっちゃと書いてバクテーと呼ばれるシンガポール名物のお店にやってきました。一緒に食事をしてくれたのはお友達のミュウミュウ。ミュウミュウは私のオンライン友達で同い年、シンガポール歴1年のちょっと先輩です。実際に会うのは実は今日が初めて。シンガポールではワクチンを2回接種して2週間経った人は外食が OK ということで、解禁日のこの日、ミュウミュウをお誘いしてみました。前これ頼んだ、このスペシャルプロモランチセット for 2って書いてあって、いいかも。それでそうすると2種類のバクテー、多分これ選べるのかな。ポークリブスープ、ポークテンダーロインスープ、多分それぞれが選んで、このお風みたいな、揚げパンみたいな、それが入ってるイメージ。じゃあこれにします。このじゃあ一番スタンダードなポークリブスープ、とポークテンダーロインも頼んでみて味見してみましょうか。萌さんは各テーブルの横にある夜間のようなものが気になった模様。これがそう、なんかスープのおかわりができるというか、継ぎ足しに来てくれて、スープを頼んだ、多分行ったはず、アクセプテッドとかに、あれ、バクテーは、バクテーは、ね、日本で食べたことがあって、あ、そうなんだ。でもそこで初めて知った、なんか、あ、シンガポールってバクテー、シンガポールイコールチキンライス。あ、確かに確かに、私も全然バクテーって知らなくて、こっち来て初めて。日本では麻布十番で初めて食べたバクテー、でも私は味をほとんど忘れてしまっていました。さっきタクシーで乗ってきたら、なんか朝ごはんで食べる人が多い。朝ごはん、朝から結構ガッツリ。確かにこれニンニクも入ってるから。あ、確かに確かに。早くから開いてそうだよ。9時半って書いてあったかな、 Google のあれだと。ミュウミュウはこっちで1年ぐらい。私はちょうどあの独立記念日8月9日に到着して、ちょうど丸1年、丸1年経ったとこ、だいぶ慣れてきて、もうなんか生活のリズムというかスタイルみたいなのが、午前中、とはいえね、コロナだから、そう、状況もだいぶあれだけど、私たちはだからコロナのシンガポールか知らないから、確かにもっと賑やかだったみたいだけど、あのジゴおじさんって分かる、ジゴおじさんの YouTube で、なんか昔のクラッキー前でジゴおじさんが弾き語りしてる動画があって、もうすっごいその人でごった返してるの見て、え、こんな世界が、いや本当にここの店もそれこそお昼時は多分もっといっぱいになっちゃうっぽい、人気のお店で、観光客も来るし地元の人も来るしみたいな。じゃあ乾杯。よろしくお願いします。お願いします。来たー、来ました。おいしそう。初モフモフでーす。こっちが普通の、そう、スタンダードなポークリブ。はいはいはい。こっちは骨なしだったのかな。骨なし。あ、なるほどね。骨なし食べやすい。いただきます。どうやって食べたらいいの。そう。ね、これ。このソースが。あとね、これはね、スープにつけて、なんかこう、ふやかして食べるみたいな。萌さんは英語と日本語と関西弁のトリリンガルになろうと挑戦中。なんかちょっと、少し甘い、甘いソース、とろっとしたソースで、お肉につけて食べると、このまま、このまま、このまま、取っちゃって、で、このニンニクは、まあ、好みで潰してスープに溶かしたりとか、どうやった？手で、まあ、手でもいいし、結構でもよく煮込んであるから、いただきます。うん、うまっ。
ごい肉柔らかい。そう。なんだろう、ペッパーの味付けが。そう。胡椒がね、すごい効いてて。うん。どうですか？なんか日本人でも食べやすい味付けだ。もえさん、バク転に大満足で、そう、ゴミを、あの骨、終わった骨とかも全部。なるほど、面白い。これはあらかじめふやかして、これはもう、うん、つけちゃって、なんとかやるとこ、体に気使ってるじゃん。食事も結構気使ってる。もちろん外食の時は食べるし、お酒も好きだけど、平日はお家でもなるべく玄米と納豆とか。あー、YouTube 大学にしよう。ええ、もちろんです。オートファジーも。昼はナッツと、ちょっと最近フルーツは食べ過ぎだけど。みゆみゆの食生活、私以上に中田敦彦。私はオートファジーができなくて。あ、そうなんだ。鼻がつくと手が震え出す。それを食べましょう、じゃあ。なんか朝食がね、出るって。あ、そう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 、それは多分私も食べるな。美味しいんだよね。あ、美味しい。いただきます。柔らかい。ここのはなんか結構胡椒が効いてる。そうだね。なんか結構でもお店によって全然スープの味が違くて。食べてみていい？どうぞどうぞ。本当だ、食べやすい。これただひたすら食べてるけど大丈夫なのかな。大丈夫。私の YouTube の撮れ高を心配してくれるミュウミュウ、優しいですね。途中でスープのおかわりが入りました。これで無限にご飯と揚げパンを食べることができます。ワクチンが思いのほか痛いよね。なんかだるさが抜けない感じが辛かったかな。今はもうだいぶ、もう全然大丈夫。ポーカーもまだ行ってない。行ってない。でもなんかテイクアウト？でもあっちゃんちょっとね、打つの遅かったから。そうそうそう、来週まで。でもそしたらね、お子さん連れて外食も。そうだね。なんか家で作るのはもうしんどくなって。私もぶっちゃけ今全然作ってなくて、家で旦那の出勤日しか作ってないから。本当？月2回しか作って。月が帰ってきた時に食べれるように。なんかあんまりなんだろうな、外食で全然 OK な人だから。うちも全然こだわりないんだけど、うん、だからこっち来てめっちゃ楽になった。外食で家の周りにめっちゃいっぱいご飯屋さんもあるし、うんうんうん、子供連れもなんかウェルカムって言ったし、うんうん、日本だと結構子供連れちょっとさ、人気が多かったから。なるほどね、うん、そう。あとキッチン暑いしね。キッチンめっちゃ閉める。危険。フェーズ2になんなかったらドリアンもみんなで食べに来たの。またドリアンの話。ねえ、木村さん企画してたのに。あ、そうなんだ。だからドリアンもう終わっちゃったもん。ねえ、だから次11、12月に行きましょう。やっぱ木村さんがいっぱい解説してくれる。そっか。家の中はドリアン禁止になっちゃったから外で食べるしかない。悲しい。しかも捨てられちゃったとか。捨てられた。泣きたくなったよ。確かに種からめっちゃ一周がしてて。やっぱ種なのかな。うちはダスターがないから、ダスターシューターが。シンガポールの集合住宅ではダストシュートと呼ばれるゴミ集積所直結のものが部屋についているのが一般的なんです。ああ、そっかそっか。それは辛いね。 それでお掃除のおばちゃんも私ドリアン好きじゃない。お掃除のおばちゃんにまで。ごめんなさい。じゃあダストシュートがあるから、うん、旦那の留守中に食べて全部そのままポイって捨てて換気して OK みたいな。何事もないみたいな。言われる？今日食べたって言われる？その日は言われなかった。言われなかった。一回食べた日があって、自分じゃ分からないじゃないですか、匂い。で、よし、もう捨てたし平気だろうと思ったら、なんか
なんか臭いなって言われて。怖い、刑事みたいな。そう、なんか匂うなみたいな。え、みたいな。ドリアンデカ。ドリアンデカ。やばい。このニンニクを潰す。なんかこの房ごとっていうのかな。これごとにこう茹でてあるから、ニンニク大丈夫。今更だけど。これを潰すとちょっとスープとかがなんかニンニクの風味がすごく増して、これをご飯と一緒に。なるほど。美味しい。ご飯に合う。美味しい。他になんかシンガポールでハマってるご飯とか、出会ったご飯とか。あのホーカーで野菜が並んでて、自分で選んで炒めてもらう。結構大体のホーカーにあるんだけど、野菜とあとお肉とあと魚介類とか、なんかかまぼこみたいなとか豆腐とか。あとは乾麺、あのラーメンの乾麺も置いてあって、はいはいはい、あとうどん置いてあるとこもあったかな。焼きそばみたいなのを作ってくれる。そう、あとはもしくはライスをつけるか。何味も選べる。味はね、だその店によって。で、選ぶのは辛さ。辛いのは結構本当。へえ、面白い。辛いは、あ、やっぱでもカレーも美味しいな。ビリヤニ、ビリヤニ1回あのデリバリーしたらめっちゃ辛くて。あ、辛かったね。評価が高いところの店を選んで飲んだら、うんうんうん、めちゃめちゃ辛くて、多分これインド人の評価なんです。本場の評価のビリヤニはめっちゃ辛いということが分かりました。ミュウミュウとのお食事はとっても楽しい時間。また美味しいもの一緒にもぐもぐしましょう。ねー。軽い軽い感じで。次回の萌えちゃんは中竹の休日 in ボタニックガーデンの巻だよ。お楽しみにね。夜泣きクラブハウス、毎月第1土曜深夜に定期開催中。眠れない夜はクラブハウスにアクセスアクセス。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。